俺たち映画野郎チャンネル、はい、映画野郎編集長の原口と映画野郎副編集長ジョン・ヨガがお送りいたします。この番組はエンタメ中心の男性向け映画媒体映画野郎の YouTube 版としてお送りしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで原口さん、はい、今回のテーマは何でしょうか。はい、今回はですね、はい、もう3月に突入しました、うん、ということでですね、あ、そうですね、まあ、早いですね、まあ、早かったですね。早かったですね。ということで、まあ、月頭の恒例の企画として、はい、月間ベスト3企画ですね。あ、そうですね、はい、2024年2月公開映画ベスト3ということで、はい、また月間ベスト3を発表していきたいと思っております、うん、このね、2月なんですけどね、はい、まあ4週あったんですけど、うん、あの23日公開の映画がちょっと注目作多くて、見るの、ね、でしたね、見るの大変じゃなかったですか。いや、最後のラッシュがね、すごかったね。まあ、頭1週目がちょっとおとなしかっただけで、あと 2、まあ、2週目、3週目がね、なかなかね、骨のある映画があったね。骨のある映画があって、だから月の最初の方で、この、YouTube 収録をするんで、うん、最後のだから直前の週にそういう、注目作が多いと結構見るの大変だよねって話だよね、うん、そうなんだよね。あ、これも見なきゃいけないとかさ、そう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 、あるから、いや、これは入る可能性はやっぱり入ったりね。そう、だからあの時間に限りある中で どこまで見れるかなみたいな勝負だったりするんですけど、まあ、それなりに注目作は抑えたかなとは思っております。それありますね。はい、行ってみましょうか。で、はい、あのまた、示し合わせておりませんので、はい、お互い被る作品もあるかもしれないし、じゃあ第3位から行ってみましょうか。はい、じゃあ第3位はこれだ。僕はですね、はい、ネクストゴールウィンズにしました。あ、そうですね、うん、で僕は韓国映画フクロウです。お、あっと、これ入れてない入れてないけど、まあ、まあ、次の次の次ぐらい、次の次、ずいぶんなんか上なんか下なんかよくわかんねえな。まあまあ上の方ということでね、うん、いや、でも面白かったですね、よかったですよ、うん、でこれ、あの、実はものの映画なんですけど、まあ、サッカーを題材にしたね、あの、映画で、うん、監督が、まあ、ジョジョラビット、まあ、この前はジョジョラビットっていう結構傑作を撮ったのと、まあ、あとハリウッドではマイティソーシリーズを撮ったってことで、はい、結構キャリアを築いてるのとタイカ・ワイティティっていう監督の最新作なんですけども、はい、まあ、いわゆる、まあ、サッカー映画でその世界最弱と言われてるね、あの米領サモア、アメリカ、まあ、アメリカンサモア、映画の中ではアメリカンサモアっていうふうに言ってるんだけども、要するにアメリカ領なんだけど、すごいそのちっちゃい島の、で作ったチームが最初弱くて、2001年のワールドカップでなんと0対31っていう史上最悪の聞いたことない負けがされるっていう、30点、野球でもそんな30点になってきた。いや、ないよ。田舎のなんかね、ほら、高校の甲子園のほら予選とかで、あるかもしれない。よっぽど実力差があるさ、東大のさ。うん、あの、まあ、今までね、サモアの人たち、コーチとか選手もみんな、サモアの人たちで固めてたんだけど、じゃあもう強くするために、アメリカからやっぱ強いコーチを、監督を招こうってことで、うん、マイケル・ファスベンダー演じる、トーマス・ロンゲンさんっていう、はいはいはい、実際にいる人なんですけど、サッカー協会の、会長が、うん、そのロンゲンさんを招いて、もう本当にこの島唯一の白人みたいな感じで招いてくるんだけどさ。うん、で、やっぱりそのね、ちっちゃい島のまあカルチャーとかその風習とか全然違う中で、そのマイケル・ファスベンダーが結構そのやっぱりこのサモアのチームも全然実力がなくて、実力以前にもなんかサッカーがまずよく、うん、サッカーというかそのなんか集まって競技をやるってことがまずできない、うん、なかなかそういうもう本当にやる気があるんだかないんだかみたいなチームをもうそこのやる気をあの奮い出させるところからもう始めるみたいな、本当にマイナスからスタートみたいなところをからどうやって強くしていくかっていう、まあでもね、弱小チームが、まあ、どんどん強くなってこう、まあ、強いチームに戦ってるみたいな、そういう、スポコンストーリーでもう昔からもう何作も、ね、名作とかいっぱいありますからね、うん、だからやっぱりそのね、まあ、王道感というんですかねこのそうだね、うん、やっぱりスポーツもののだんだん強くなって勝つか、あ、最後クライマックスで勝つんだみたいなところとかのね、やっぱこう上がっていくところのね面白さってやっぱりあのいいですよ、この底辺から這い上がるね、うん、あの頑張れベアーズとかさ、メジャーリーグみたいなね、うん、やっぱああいう感じがね、負け犬の逆襲的なね、うん、こう熱くなるところもちゃんとあるし、うん、サッカーやってんだかなんかさ、ラグビーやってるかわからないような絵面だよねなんかさ、こうサッカーの試合やる前にさ、なんか踊り踊るんだよね、そうだね、で、うだーとかって言ってさ、なんかあのオールブラックスがやってるような、そうそうそう、なんかああいう
踊りをちゃんと試合前にやるシーンとか結構ね見せ場だったりとか、でやっぱりそういうなんか異文化に突然入っていったそのコーチ そのマイケル・ファスベンダー演じるロンゲンさんがやっぱりそれに振り回されてて、やっぱりなかなかそういうのになれなくてね、でやっぱりみんなこうなんかのんびりゆったりした感じでさ、なかなか言うこと聞かないみたいなところで、とにかくどんどんイライラを募らせてすっごい常に爆発するみたいな、そういうキレゲーを見せてくれるところも結構面白かったりとかね。あとねこの映画の中でやっぱおっと思ったのが、はい、チームの中に一人ね、いわゆる LGBT の、まあ人というか、まあ言ってみればね、まあニューハーフの人、ニューハーフってこれ差別、今はなかなか差別用語じゃないと思うけど、まあニューハーフって言った方が近いかなっていう、まあいわゆる外見がちょっと女性に見える、まあ男性の人がそのチームの中にいて、実はそのニューハーフのこのジャイアっていう名前の人なんだけど、そのジャイアがね、実はまあそういうなりなんだけど、すごいあのサッカーが上手くて、実は中心人物で。やっぱりこの人を中心にキャプテンみたいな感じで、まあ、結束を深めて、勝っていこうみたいなところで監督とまた、まあ、衝突しながらも仲深めていくみたいなドラマとかが、ね、結構見どころがあるんだよ ね、 でね、最初この、ね、ジャイアってキャラクターね、やっぱり いくら実話だからって言ってもなんか、まあ、今昨今、ね、映画界で多様性を認めなきゃいけないみたいな風潮があるから、じゃあ無理やりあのシナリオの中にこういう、多様性の LGBTQ のキャラクターを一人入れようみたいな感じで脚色であの創作で入れたのかなと思ったら、最後のスタッフロールを見たらその本人の動画で5人登場で、あ、この人って本当にいた人なんだって、そうなんですよね、最初知らないで見たから知らなかったんです、ちょっとびっくりしたんだよ、やっぱりそういうところもあのこの映画の中の実際のチームとしても、やっぱ結構そういう人がちゃんといて、やっぱ画期的なチームだったみたいなところのドラマも面白いし、そういういろいろなかなか見どころが多くてですね、まあ、あとそのタイカ・ワイティティ監督も結構コメディ演出の得意な人なんで、そうですね、本人も出てますよね、まあ、冒頭とエンディングで結構ワンショットで出てきたりするんだけど、でやっぱちょっと3位にしたってところはね、ちょっとタイカ・ワイティティ監督がちょっと出たがりな感じもちょっとあって、ちょっともともとそういう感じだけど、ジョジョラビットの時もヒトラー役だったから、ヒトラー役でさ結構自分出たいんじゃねえかみたいな、そこがね、ね、若干そこが幅につくところもあって、まあまあまあ、まあでも面白い映画なんで、みんなに見てほしいなという、そんな感じです。はい、ということで、今回僕はね、韓国映画ね、フクロウってね、もう中でこれね、今ここにが、ね、あのポスターのね、ポスターじゃない、フライヤーのあれが出てるでしょうけど、もうこの雰囲気から、もうこのフクロウっていう名前が、もうなんかなかなかいい感じの雰囲気だなと思ったら、結構その通りの映画で、1640年代 の、 あの、ね、今の韓国で、その李氏朝鮮って呼ばれてた頃の時代の話で、で、この頃はその李氏朝鮮の第16代の王の頃の宮廷の話で、その宮廷に仕えるハリ氏の、まあ、ハリ氏の人がこう主人、ギョンスって人が主人公で、このギョンスっていうのは先天的にちょっと、あの、盲目というよりかは弱視、弱視と盲目の間みたいな感じなんだけど、で、まあそういう感じなんで、まあ何ですかね、まあそういう人として、あの、いわゆるマッサージとか、ほら、今でいう鍼灸師とかそういうに長けてるんで、それでその、まあ針師としてこう腕が当たってきて、こう宮廷でも使われるようになったということで。で、まあ宮廷にはその針師以外にもなんか内科医みたいな、そういうのもいるんだけど、まあそれの、ちょっとした、まあ一応そこのチームに入ってるって感じなんだけど、で、それである日、その、国王のその、なんだろうね、あれ、息子なのかな、なんかね、当時の中国を信じてたんですけど、そこに行ってたのが、こう、戻ってきて、で、その王の近くに住むみたいな感じで、まあ、時期を、まあ、皇太子みたいな感じだよね。で、その人が、なんかね、夜、なんか、突如死んでた、謎の死を遂げていたと。で、どうやらその、ハリ氏のギョンスが、まあ、夜だけど、なぜかそれを目撃してたと。いうことなんだけど、夜盲目なのに目撃というところにまさに見えない目撃者の、ね、この17世紀の韓国版という盲目ミステリーのやつでね、もうこのフクロウというまずタイトルがね、なかなかね、その暗示になってるね、主人公のその盲目具合っていうのが、その昼間は本当になんかね、こうそういう感じなんだけど、夜になるともうちょっと緩和、なんだろう、あの夜の方がなんかまだ見えるっていう、そういう、まあ、弱視に近い盲目なんですよね。で、なので、その夜、まあ、何かその、ことが起こってたのをたまたま見てたので、それをこう、うまく、でも、周りからは盲目っていうふうに認識されてるから、いや、あんた見えないでしょっていうところから、こう、うまく、いや、でも実は、証拠はこれなんですっていうのをうまく上げていくミステリーで、かつ、
その17世紀の李氏朝鮮の、その、やっぱりね、この、まあ、この頃ですから、電気がないわけですから、ろうそくの明かりとあと昼間の日の光、あの、日の光をこう中心にした、こう、ちょっと暗めのね、こう、雰囲気と、なんか、もう一つちょっと加えると、16代の王の前、15代の国王だった頃は、あ、後で調べたんですけど、暴君だったんですよね。いわゆるちょっと悪い王だったんですけど、で、その、まあ、息子筋に当たる、まあ、16代の王なんで、悪いんじゃない、どうなんだろうっていうのが、やっぱりね、その後半ね、絡んできて、そこのあたりに、いわゆるその宮廷のドロドロ具合がなかなか良かったというところが、うん、こう、僕の、なんか3位に絡み込んだんですけど、うん、いかがですかね。見たんですけど、まあ、それね、もう、まあ、実は夜は目がちょっと見える主人公が事件を目撃したため、まあ、窮地に陥っていくって話で、うん、そのサスペンスぶりは面白かったんですけど、俺もっとね、ちゃんとした ミステリーっていうか、もっとなんかひっくり返しみたいな、どんでん返しがあるような作品だと思ってたから、なんかちょっと期待と違ってた部分とかがあったのと、あとね、うん、これ一応韓国の歴史文じゃないですか、はい、確か17世紀の17世紀韓国と、うん、あと、まあ、その当時の中国の関係性みたいなところの歴史って、うん、俺やっぱり、ね、歴史が苦手っていうかね、知識がなさすぎて、はい、その知識がないからやっぱその時代感になかなか入っていけなかったかなっていうところがちょっとありました。自分もね、どちらかというとそんなに、うん、まあ、僕は高校の頃世界史の方だったんで、うん、こういろんな世界史習った中で、うん、なぜかね、韓国では李氏朝鮮とか朝鮮の歴史っていうのは世界史でもあんま取り扱わないんですよ、ね、僕やっぱそこで2012年に公開されたイ・ビョンホン主演の、うん、が一人二役をやってる主になった男っていうのがあるんですけど、うん、それがちょうどその15代の王の頃の話だったんですよ。ああ、その約20年前ぐらいの設定の話で、うん、そのちょうど後の時代なんで、着てるその宮廷のね、その服っていうんですかね、そのなんだ、政治家っていうかね、うん、そのとか、あと宮廷にいる医者たちの服もやっぱりちょっと同じなんで、当然だけどね、同じなんですよ。だからそこら辺の映画とかもっと見てればまた違った、やっぱ違った、正直違ったもん。やっぱりあんまりそういうのは俺で通過してこなかったからね。宮廷ものが好きな人ってまあ一定数いると思うけど、そういうの好きな人はいいと思います、はい、まあまあそれで低いわけじゃないけど、うん、まあちょっとミステリーとしてガツンとはやっぱり来なかったんで、まあ、この辺りの順位なんだかなっていう、うんです、はいはい、じゃあ2位いってみましょうか。では第2位はこれだ。これだ。僕はこれにしました。身代わり忠臣蔵にしました。はい。で、私は、ガイ・リッチー監督のコメナント約束の救出です。なるほど。入れてないです。うん、入れてないですね。じゃあ、これも入ってない。入ってないか。これはね、はい、分かりました。5位か6位ぐらいかな。あ、まあまあまあ。あ、でも、忠臣蔵。面白かったよ、これ。あ、これが、まさにね、王になった男の日本版ですよ。なんですか。そうね、王になった男見てないんで、なんとも言えないんだけど、うん、いや、これはね、まあ、日本映画でね、まあ、東映が放つコメディ時代劇ですよ。いやー、ね。もうここにね、忠臣蔵って入ってるから、やっぱそのね、忠臣蔵をベースにした話なんだけど、うん、やっぱり主演のね、ムロツヨシが、吉良幸助之助と、あと、弟の、吉良高明なんていう人が、まあ、実際いた人らしいんですけど、末っ子みたいな、末の弟みたいな感じでね、その、まあ、高槻の弟の、まあ、一人二役で演じた、うん、話で、このね、やっぱ設定とかシナリオのがやっぱり見事というか、うん、面白いんですけど、ああ、そうですね、これ、うん、やっぱりそのね、主演のね、やっぱり室剛がね、面白いんですよ、とにかく。大暴れだったね。本当に。いや、よかったよかった。うん、まあ、一応どういう話か言っとかないといけないかなと思うんですけど、はい、まあ、吉良幸助之助が、まあ、阿保の藩主に、まあ、なんか、江戸城で切りつけられるっていう、うん、まあ、有名な事件があって、結局、まあ、それ調べればいいじゃん。まあ、それで、まあ、切られた吉良幸助之助が、まあ、後に死んじゃうんだけど、結局、その吉良幸助之助が死んだってことを、なんか、その家臣の人はとにかく隠したいと。こんな、そんなことが、うん、分かっちゃったらこのお家が取り潰しになるっていうことで、うん、じゃあどうしようかって思った時に坊主になってる弟の高明っていうのがいて、うん、それが、まあ、一応兄弟で顔がそっくりだってことで、とりあえずとあ、じゃあその高明さんにちょっとお願いして吉良幸助之助に成りすましてもらって、うん、高明が吉良幸助之助だっていうことでもう祭り上げて、まだちゃんと元気にしてるっていう風なことにして、うん、なんとか幕府を騙してね、うん、そのままこううまくやっていこうみたいに、やっぱりこの身代わりになるっていうところのやっぱコメディ的な面白さがやっぱりいっぱいあるところはあって、うん、
やっぱりその高明、まあ、同じ室津義が演じてるんだけど、うん、口も悪くて、素行も悪くて、あんまり働きもしないボンクラ男。まあ、ボンクラです、ね。ボンクラ男で、そのボンクラが急に、まあ、殿様の身代わりになって、こんないい暮らしできるんだ、みたいな感じで、急にはしゃぎ出すみたいなところとか。なんだろう、あのね、もう一つ言うとね、うん、コメディ影武者って感じだね。影武者だよね。まあ、コメディ影武者の、やっぱりその設定をうまく生かした、いろいろね、こう、笑いどころをいっぱい作ってるところも面白いしね。まあ、うまかったですね。うん、もう一つやっぱりこの映画の良さで言うと、うん、単なるその、恩になった男のその日本版っていうだけでなくて、うん、なぜ僕はそう言うかというと、うん、やっぱりなんだかんだ言っても、その、身代わりになっても、中心蔵の運命がわけですから、うん、やっぱそこに近づいていくわけですよね。で、ちゃんとやっぱり最後に、大内蔵之介も。大石蔵之介がちゃんと打ち入り、大石蔵之介が打ち入りをするシーンでもちゃんとクライマックスの方にもちゃんと入ってて、大石蔵之介を演じてるのが永山瑛太で、太ね、今永山、ね、中山、昔は瑛太だけだった人なんだけど、その大石蔵之介とその、身代わりになってる、吉良貴明のまた友情物語みたいなこうサブストーリーみたいなところも ね、ちゃんとあって、ね、そこも見どころだったりとかね。もうちょっと、ね、見どころ言うと、その大石蔵之介とこの坊さんだった高明がそのなんだろう、殿様でこういっぱいお金もらえちゃったわけだから、うん、夜になるとちょっと変装して遊びに行くわけですよ、はいはいはい、近いのかな、吉原の遊郭に遊びに行って、うん、そこでまた大石蔵之介と再会して、うん、2人でどんちゃん騒ぎをする映画ね。僕いや何が良かったって、元禄文化ってあのイコールもう一つ遊郭文化でもあるんですよ。 その良さが出てた。今ってなかなかその遊郭とかの扱いってちょっと微妙なところってあるじゃない。そこでやっぱりこの東映のね、やっぱり制作陣はね、逃げずにね、やっぱちゃんとやりましたね。ちゃんとあのそういう遊郭でどんちゃん騒ぎをするっていうシーンをね、きっちり入れてるところはね、やっぱそれは東映の素晴らしいところだなと思って。あとね、一個言っときたい、やっぱブラックコメディとしてもね、ちゃんと面白いところがあって、これあんまり詳しく言えないんだけど、クライマックスでね、あるあの大きなものを使ってね、ラグビーのようにそれをなんか持って逃げ回るね、そういうチェイスシーンみたいなところがあるんですけどね、あのね、カラッとしたブラックさ加減がね、うん、俺かなりそのシーンでね、まあ、点数上がりましたね。あ、まあそうですね。そこはクライマックスですからね。クライマックスのいいシーンがあってね、ここなかなかブラックでいいですよっていう。そういう意味ではね、王になった男よりもいい映画ですよ。いい映画。何度もそれを比べるなっていうのはあるけど。でやっぱこのさ、主演の室津義がやっぱ堂々と主演、まあ、今までバイプレイヤーのイメージとかがあって、まあ、福田監督の映画とかの脇で笑わせるみたいな感じだったけど、ついに主演で笑わせる出てきて、まあ、一応これもちゃんとヒットしてて、やっぱりヒットしてるんだ、うん、で今まで割とこれぐらいのコミカルな、まあ、コメディ俳優が主演する映画って、例えば阿部サダヲとか、うん、大泉洋ぐらい、ね、この2人が、まあ、二大巨頭かなぐらいの感じかなと思ったけど、ね、ついにそこの域に室津義割って入ったかな、うん、って入ったという感じがするよね。じゃあ次は良いよ。あのもう一人の佐藤次郎も割って入るのかみたいなところあるけど、まあどうなんでしょうって感じですけど、はい、まあ、とにかく宮中心が面白かったですということで、はい、ということで私はね、このガイ・リッチー監督最新作であり、うん、はい、まああとジェイク・ギレンホールの主演作でもあるコベナント約束の救出というね、これはあの実はベースなんですよね、はい、アフガニスタンの、まあ、駐留米兵が、うん、まあ、現地のね、そのアフガニスタン その通訳の人を雇いつつ、そこでまあちょっとタリバン絡み そのミッションをこなしてたところで、まあ、そのジェイク・ギレンホールが演じるキンリー総長が、うん、ちょっと怪我しちゃって、その通訳のアーメットっていうやつに、まあちょっと助けをもらい、まあ、もうほとんどね、うん、そいつがメインで、なんとかアメリカ軍の基地までこう連れてってもらうっていうところから、なんとかキンリーは帰れたんだけど、でもアーメットはそのままいるわけで、そのタリバンがいっぱいいるアフガニスタンにいることで、で、本当は、まあ、あのアーメットも連れてけば、そのアメリカに住めるわけだけど、でも連れていけなかったわけで。で、そこから、まあ、なんとか、そのアーメットの行方をこう探そうとするけど、なかなか見つからないので、再び、そのキンリー総長が、アーメットをこう助けに、アフガニスタンで、こう、単身で乗り込むという。まあ、いわく中東戦争以降のアフガニスタン駐留アメリカ兵の話で、その、まあ、2、3年前にやったキルチームですとか、あとアウトポストのあの流れを組む話なんですね、うん、まあ、そこら辺見てる人どれぐらいいるかちょっと分かんないですけど、ああ、まあ、だからいわゆるその流れの本当最終章に近いような感じの作品で、それを
あのロックストック、あのトゥーバレル、スモーキングバレルですね。言えないんで、俺は、いまだに。いまだに、どうか、スナッチとか、うん、ね、あの、ジェントルマンとか、うん、やってる、あの、ガイ・リッチーが、ね、うん、ガイ・リッチというと、やっぱ、あれ、その系統ですよね。ね、割といわゆる、コメディっぽい演出。スタイリッシュで、ハードボイルだけど、コメディもちょっと笑、ニヒルの笑いを忘れないみたいな。うん、そのスタイルをあえて捨てて、全くのその、今までやってなかった、いわゆるその、中東紛争ものをやったという。まあ、ガイ・リッチーの新境地と本当新境地だと思うし、映画ではあってね、だからガイ・リッチー作品ではあるけど、ガイ・リッチー作品というよりかは、本当にね、さっき言った、だから、キルチームとかっていうと、ちょっとマイナーになっちゃうから、もうちょっと言うと、ハートロッカーとか、ゼロ・ダーク・サーティーとか、やっぱり中東ですよね、中東を扱ったその戦争、紛争、あとリダクテッドとか、あともうちょっとかなり前になると、ジャーヘッドもそうなんだけど、その流れを組む、それとこう、並べても、あ、結構上の方の作品だなって僕は思いましたね。うん、で、俺ね、これに関して、まあ面白くて、うん、実際これ迷ったの3位に入れることぐらいの傑作だとは思うんだけども、ね、うん、やっぱり俺ね、今までのガイリッチー節の方が好きだから、俺やっぱり、ね、ガイリッチーらしくないのここでやってきても、うーんっていうのがちょっとあるんだよね。もうちょっと、だから同じアフガニスタン人なんだけど、タリバンっていうのはもう、ちょっとでもね、裏切った感じがあると、もうすぐバーンって撃っちゃうみたいな、うん、もうすぐ戦闘になるみたいな、うん、その怖さはすごい伝わってきたし、うん、タリバンがうろつく、その道路は通れないから、っていうことで、なんかね、第8車とかリアカーで、そのジェイク・ギン、あの、キンリー総長を隠して、引っ張ってくんだけど、それがまたきつい。俺、やっぱりこれ、すごいなっていうか、はい、ちょっと、あの、特筆したいというところがですね、ジェイク・ギレンホールの総長と、通訳。アーメットの2人の友情物語というか、はい、あのバディ映画みたいに見る人が多いと思うんだけど、実はちょっと違ってて、あのいわゆるね、借りを返すとかね、恩義に報いるっていうことをテーマにした映画なんだよね。あ、そう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 、総長と通訳の間は単純な上下関係しかなくてさ、あの別に友達でも何でもない、うん、たまたまその戦場でもう2人きりになったがために、もうしょうがなく助け合わなくなきゃいけなくなった、うん、2人で恩義にどうやって報いるか、どうやって借りを返すかっていうテーマがこれだけ深くな、あの掘り下げられてる映画っていうのはちょっと他にないんじゃないかなっていうところで、そのテーマ性が面白いと思った。あの、そうなんですよ、その、うん、で助けてもらってアメリカに金利行かれるんですけど、うん、そこでいればもう全然セーフティーゾーンというか、うん、それで十分なんだけど、でもまだあの時いっぱい助けてくれたアーメットはまだタリバンウロウロいる中でいるみたいな、うん、なんとかしなきゃっていう、アーメットはいまだにこういつ殺されるか分かんない状況にいるのをなんとかしなきゃいけないっていう、自分だけがぬくぬくしていられないっていうところの葛藤の描き方とか、ね、あ、葛藤であり、あそこはね、もう一つ言うと、あの戦場、まあ、紛争 戦場に行ったものの、いわゆる PTSD 映画にもなってるんですよ。あのビム・ベンダースが2005年にやったランド・オブ・ペレンティですとか、あとさらに古くなるとジャック・ナイフでもそうなんですけど、 PTS にね、そう、極限状態にやっぱりいた人間がやっぱり心傷ついちゃう話の、うん、まあ、一つでの流れを組んでるっていうところで、僕はアメリカンスナイパーもそうじゃないですか。あ、アメリカンスナイパー、ね、それも大事な映画だった。そうだ、まあ、だからそういう硬派な、ね、戦争の悲劇みたいなところを好きな人はやっぱちょっと見た方がいいかなと思います。そうですね、はい、ということで、じゃあ1位は何なんでしょうか。なんだろうね、もうあれしかないんじゃないかと思いますけど、じゃあ行ってみましょう。第1位はこれだ。はい、某は恐れているです、ね。某は恐れてる。いや、ね、恐れてる。これですね、今月は。っていうかね、これで、多分3ヶ月連続1位一緒なんだけどね。はい、そうなんですよね。いや、でも、その月その月で、やっぱ圧倒的なのってあるからしょうがないよね。しょうがなすぎるよな、これは。いや、これは面白かったわ、ほんと。僕はね、うん。わかりやすかった。わかりやすかった。わかりやすいとかね。いや、てか世間的にはすごい難解な映画だって言われてるけど。うん、まあ、まあそこは置いといて、いや、そんな全然難解な映画じゃないんじゃないか。まあ、ただちょっと一つだけ補足すると、うん、想定してた難解だってやっぱ聞いてたんで、うん、あ、デビッド・リンチのマルホランド・ドライブとか、うん、なんかゴダールのすんげえ難しい映画系かなと、で、はいはい、そういう全然違うと、全然ちゃんとエンタメですよ、これ。アリアスター監督のやっぱ新作だなっていうね、うん、監督がアリアスター監督って言って、その前に、1個前がミッドサマーっていうのと、その前がヘレディタリー継承っていう、まあ、日本のホラー映画で、うん、まあ、A24 っていう制作会社が制作してるっていう、なんだろう、こうちょっと尖った感みたいなのもあって、結構若者を中心にね、熱狂的なファンが多いんですけど、今回に関してはちょっとホラーじゃないんですよね。ホラーとは言うんじゃないね。で、僕はね、まあ
スリラーっていうふうに言う人もいるけど、俺はブラックコメディ映画だとは思ってるんですけど、僕もその方が、まあ、ブラックコメディロードムービー、まあ、ロードムービーロードムービーでもあるよね、うん、で主演がもう我らがあのホアキン・フェニックスで、うん、まあ、やっぱりみんなが思うのはジョーカー、ジョーカーだよな、まあ、インパクトを残した人で、うん、まあ、変わった役をこうすごい入念な役作りでやる人なんだけど、やっぱこの主演の、まあ、このタイトルにもあるボーっていうキャラクターが、うん、まあボンクラというかね、これさ、うん、あれなんだよね、1975年生まれの独身男性なんだけど、うん、それ俺じゃん、うん、まさに俺もね、映画見ててね、やっぱり小川君ちょっとあの思い浮かべるところがちょっとあった、ね、いやだからね、だからこう日常で心配してることとか、うん、こうなっちゃ嫌だなっていうのが全て起こるっていうのが俺そうだから、だから、あ、でもこんなに激しくはないけど、それを激しく描いたらこうなる。うん、まあ、でもあれ、説明になってねえなって。だからそのボーってキャラクターは、もう常に何かあったら、こう、不安になっちゃう、不安症の人でね。うん、あ、で、まあ、要するにそのボーが飛行機で、まあ、うん、アメリカ国内なんだろうけど、うん、2時間か3時間ぐらいかかる、その、まあ、ところに住んでる、お母ちゃんのところに、ちょっと帰らなきゃいけないと。うん、ね、あんた全然会ってないから帰りなさいというところで、本人は帰ろうと思ってんだけど、まあ、心配性プラス、恐ろしい、まあ、ドジーマチムスで、まあ、いろいろ失敗こいちゃうわけなんですよ。もうそういう。まあ、とにかく、いろんな、思ったことが子供とかうまくいかないっていう、こう、事件というか、トラブルだらけの人間で、結構そのトラブルって、やっぱ自分のその不安症とか、そのドジみたいな、自分が結構引き寄せてる部分もあるんだけど、やっぱりそのトラブルが延々、この、もうっていう主人公に降りかかってくるっていう3時間なんだよね。これをね、で、もう、まあ、ネットでもね、この話もわけがわかんないとか、うん、言ってるよね、全然意味がわかんねえとか言って、バッシングしてる人いるけども、うんうん、だってそういうことが、なんかトラブルがずっと起こるブラックコメディーなんだから、そのブラックコメディー感を楽しめばいいのにさ、わ、うん、かるわからないとかじゃないじゃんとか思う。わからない。まあ、ちょっとね、その人たちに寄ってあげると、うん、急に、ね、後ろから、おじさん、ドゥニメ同士が演じるおじさんが追ってきたりするんだけど、うん、それって結構、ボーは妄想癖を持ってるんで、うんうん、そんなに怖い顔して襲ってきてるわけじゃないんですよ。それがそういう風に見えちゃうわけで、で俺がよくわかるから。ドゥニメノオシェが襲ってくる。あ、ドゥニメノオシェって言ってもみんなわかんないんだろうけど。で、もう一つ言うと、結構地獄だ、地獄だってみんなね、こう見てる人は言ってるけど、そうでもないんですよ、これ。こう前半戦のクライマックスになるんだけど、まあなんだかんだこうやってるうちに、僕さ、一体家戻れるんだけど、なんか裸になって、それで外に飛び出したら、今度は警察にその裸見られて、お前やばい、言うやばいみたいになってるところを、車引かれちゃうんですよね。普通だったらそこで、なんか病院行くなり、もうそこでアウトになったりするところが、助けてもらえますよね。このラッキーなやつじゃないですか。で、しかも、自分の家のように過ごしてなさいと。施しも受けて。普通だったら、その施しをそこまで受ければ、いい子の話に行くはずで、それとはまた違った方向からまた嫌なことが起きるという。この、っていうかで、まあそうなんだけど、うん、どんどんトラブルとか事件が起こる、でもその全裸になって道路飛び出して車引かれるシーンとか、そこら辺一連ギャグとして描いてるから、みんなそこで笑うシーンなんですよ、うん、だからそれがわけわかんないみたいに風に見ない、うん、見てる人はちょっとブラックコメディとして見てなさすぎだなとかすごい思うんだけど、ね、まあ仕方がないっていうかね、うん、やっぱり世の中ブラックコメディはわかる人が少ないのか、なんかね、気真面目に映画見がちなのか、うん、全部そのトラブルってギャグなんだけどなとか思って、俺結構笑いながら見たんだけど、うんうん、そのね、やっぱね、これ言っちゃうけど、カオスリオンがね、聞いてるところが僕は大好きで、カオスリオン、まあ、そのね、こういいことが起こるけど、でもその反面やっぱりそれをないがしろにするようなことがやっぱ起こるという、でやっぱラストもね、やっぱこの、うん、本当救いがあるかどうかっつったら救いがない話なんだけど、そのね、やっぱ徹底したその絶望感みたいなところが、ね、よかったね、面白いんだよね、まあこれはあんまり詳しく言えないです。あと、その、最後までわけわかんないかって言ったらそうでもなくて、うん、ちゃんと後半の、そう、ネタバレになっちゃうから詳しいこと言わないけど、やっぱり前半からあったちょっと伏線が最後にちょっと回収されるみたいな、かなり回収されてるね。こうちゃんと腑に落ちるとこシーンもちゃんとあるし、うん、ちゃんとね、考えられたシナリオだったりするのね。それは、ボーがなぜそのアパートに住んでるかっていう理由までちゃんとしてるんですよ、うんうん、実は。だから全然わけわかんない話じゃないんだよね。そう、ちゃんと答えは示されてて、そういうブラックコメディってほら、最近テリー・ギリアム監督の映画とかないからね。
こんなことが起こったら最悪だよねっていうことが全部盛りもう3時間詰め込んだ、うん、もう本当にブラックコメディの俺傑作だと思って、これは本当に年間ベスト10クラス入る入るあの映画だと思ってんだけど、案外これダメっていう人多いんだなと思って、ちょっとっていうかやっぱり慣れてる、いやまあ慣れてないでしょうね、本当にブラックコメディ好きとしてはですね、もうこんなんだったら3時間じゃなくてもういくらでも見てられるなっていうのだったなと思ってた、そうだね、うん、まあそういう感じでいいでしょうか、はい、ホアキン・フェニックスもねよくこんな役まあだからやりきったなとか思う、思うけど、これさそれこそね、ジョーカーとボーを恐れてるって、うんうん、A 面 B 面っていうか両 A 面みたいな感じなんかね。ちょっとね、あそうだよ。いやアリアスターの作品としても、うん、やっぱり今までの2作より全然こっちの方が面白いと思うし、はい、本当にアリアスター監督これが俺は最高傑作だと思います。はい。はい、ということでベスト3だったんですけどね、はい、これ以下のまた漏れた作品については次のまた動画で語りたいと思いますので、とりあえず2月公開映画のベスト3こんな感じで参考にしてもらいたいと思います。はい。ということで今回は2024年2月公開映画ベスト3でした。以上、はい、映画野郎チャンネルの高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。